はい、こんにちは。栃木の高橋農場です。ピンチです。9人のね、様子です。で、垂直にこう立ち上がりまして、水平にね、一本支柱を出しました。で、今ね、ピンチレスにするために、画面のね、右側に向かっての伸ばしています。で、植物って不思議ですよね。必ずこう成長点は上に伸びます。このね、支柱に沿ってまっすぐ伸びるってことはないんでね、これをまあ戻しながらねごめんなさい、もう戻しながらね、誘引していかなくてはいけないんですが、まあこれからね、水平にどのくらいまでの伸びるか、ちょっと確かめてみたいと思います。で、今何節目かね、ちょっと数えますね。1,2,3,4,5,6,7、これ8かな、9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24。まあ、この立ち上がりの部分で24節ですね。24節、25、26、27、28、29、30ぐらいですね。今30節ぐらいまで行ってます。まあ普通のキュウリですと、もう先端をピンチしてる時期なんですけどね、竹志農場の場合はこのままずっとね、際限なくっていうか、どこまでも伸ばしてみたいと思います。これも面白い取り組みですよね。で、2年前、私がやはり何本ぐらいになるんだろうって言ってね、数えた時も、ピンチしませんでした。ピンチレスで約1本の木でね、200個取れましたんで、まあ今年はね、スタートがちょっと遅いんで、200本は厳しいかもしれませんが、ちょっと何本ぐらい取れるかね、楽しみですね。だいたい垂直の立ち上がりが24から25節です。そのあと水平にどのくらいの伸びていくかね、それによってまあなり方が変わってくるのかなと思ってます。はい、ピンチです。キュウリのね、水平誘引ですね、始まりましたという動画でした。はい、お付き合いありがとうございました。